でーでんということでこちらでございます。ということでやってまいりました肉そばでございます。肉そばを頼みました。いい感じの盛り具合でございます。美味しそうですね。サディカップ、こんにちは、のぶです。本日は沖縄県那覇市にある人気の老舗の食堂に行ってみたいと思います。ということで本日今いるのが沖縄県那覇市でございます。那覇市の普通になんか住宅街っていうか、なんて言うんでしょう、市街地っていうんでしょうか、そんな場所からスタートしてるので分かる方しか分からないかと思います。ちなみにこちらのお城、こっちの右手の建物が小学校で、向こうが JA ですね。小学校の名前なんだったかな。小学校は回し小学校でございます。その回し小学校のある交差点をですね、どっちだろう、これ多分南下してると思うんですが、南側にちょっと行ったところ、詳しくはですね概要欄に Google マップの URL 貼っておくので、ぜひそちらの方をご覧ください。ちょっと珍しくですね、この那覇市内に用事で来てまして、救急車が来た。ちょっとコインパーキングにもう車を止めたので、そのまま駐車場に止めたまま近所にある程度近場になんかチェックしてた店ないかなと思ったら、今回行く食堂がありました。なかなか駐車場の問題があるので、この近辺行く機会がないんですけど、グッドタイミングっていうことで今から行ってみたいと思います。その場所ならわかる方いらっしゃるでしょうか。寄宮の交差点でございます。寄宮の交差点をこちらセブンイレブンがある側に行きたいと思います。それでは進みます。那覇はいろんなお店がありますね。今は寄宮の交差点を渡ったところに、沖縄市の夜のアイスのような感じで21時にアイスっていうパフェ屋さんがあるみたいです。違うお店ですよね多分。もうこちらは今夜じゃないので開いてません。それではこのまま奥に行きます。こちらのトンドーラーメンさんを過ぎて、まだしばらく向こうでございます。ただいま琉球銀行を通過してますが、多分もうすぐだと思います。まっすぐかと思ったらこちらでーということで、こちらでございます。スズラン食堂さんです。初めて行くのでちょっと勝手が分かりませんが、とりあえず行ってみましょう。あまり人気がないんですが、 Yes we are open になってます。それでは入ります。よいしょということで、お店入りました。カウンター席が空いてました。メニューはこんな感じになっております。 A ランチ B ランチとかもあって、いわゆるゴーヤチャンプルーとかもあります。そしてそば系もあります。カツカレーとかもあります。700円ぐらいから多いのかな。そうですね、 A ランチは1000円、 B ランチ900円、 C ランチ300円で、豚骨950円とかで、一般的な定食700円、カツカレー750円、カレーライス700円、肉そば700円で、おそばは550円です。ということで注文完了しましたので、しばらく待ちたいと思います。ということでやってまいりました。肉そばでございます。肉そばを頼みました。いい感じの盛り具合でございます。美味しそうですね。なかなかいい感じに盛っております。豚バラかな、豚バラのなんか一瞬キムチっぽい気もしますが、野菜炒めかな。そして上にネギがたっぷり乗ってます。ちょっと上の野菜だけ一口もらってみようかな。こちらの野菜炒め、いただきます。全然キムチではないですね。でも美味しいです。それではなかなか麺もたっぷりです。というかちょっと作ってるというか、厨房の中に麺があったんですが、何もやる前にもうすでに湯がく前の麺が器から溢れてたんですが、湯がいたらちょっと小さくなるのかな。まあとりあえずこちら ではこちらいただきます。うまい、すすりきれないです。いっぱい入ってて、すすったら全部こぼれそうです。なかなか美味しいですね。まあ肉そばらしくこのスープがいい感じに濃い感じになってますね。それではもう一口そば、それではそばいただきます。いただきます。うまい。ちょっとスープ飲めるかな。スープも飲んでみます。こんな感じです。それではちょっとスープいただきます。うまい。まだまだたっぷりです。それではまだ山盛りなので、どんどんいただいていきます。ということで、まだ全然残ってます。ちなみに高齢ブースはちょっと手元にないので、久しぶりにちょっと七味入れてみましょう。高齢ブースがないんです。軽く七味、よいしょ。これもちょっと合うんですよね。これはこれで、それでもちょっと七味付きでいただきます。いただきます。
また高齢ブースと違った辛みで、うん、これはこれで美味しいです。さらにまだ半分ぐらいありそうです。いただいていきます。ごちそうさまでした。ということで完食でございます。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではごちそうさまでした。すずらん食堂さんでした。お腹いっぱいでございます。ということで本日は沖縄県那覇市にあるすずらん食堂さんで美味しい肉そばをいただきました。もう本当にザ食堂っていう感じで、まあ食堂それなりに行き慣れてるのでそこまでドキドキ感はなかったですが、入った時ですね、いらっしゃいませあったかな、いらっしゃいませは多分あったと思うんですけど、席の案内とか特になくて、とりあえず自分で空いた席に座るっていう感じでした。今回はカウンターが完全に空いてたのでカウンターの隅っこ座らせていただきました。そしてオーダーもですね、基本的にはまあ接客をされているお姉さんがいらっしゃって、その方がオーダーとか取られてました。一番カウンターに近いところにいらっしゃったので、僕はもうカウンターに座ったのでカウンター越しで注文して、終わった後のお会計もですねもうカウンター越しにさせていただきました。さすが那覇なのかな、救急車この短時間で2台見るってさすが那覇的な感じでしょうか。でどこまでお話しましたっけ、まあ、オーダーのことかな。そして普通にテーブル席とかもいくつかあって、奥かな座敷席みたいなのもあるみたいで、こちらの座席の方はお店の方を呼んでオーダー取ってましたね。まあ、そんな感じで、まあ、特に食堂といっても普通に注文とかできる感じでした。まあ、たまに本当にマニアックな注文の仕方のお店がありますが、ここはまあ至ってシンプルな感じです。そして今回いただいた肉そばです。口コミとか評判でしてたんですが、やっぱりしっかり山盛りになっていて、これぞ肉そば、野菜そばっていう感じで、ボリューム的にも大満足の肉そばでした。味もですね肉そばらしく、野菜炒めのあのちょっと濃い感じがしっかりとスープ出汁にもなっていて、若干濃いめなんですが、それがまた美味しいなっていう感じです。ぜひ皆さんもすずらん食堂さんの肉そばいただいてみてくださいと言いながらですね、他のメニューもですね結構美味しそうなんですよね。まあいわゆる食堂のザ食堂っていう感じのメニューでしたが、 A ランチ B ランチとかその辺はあまり頼んでる方いらっしゃらなかったんですが、野菜炒めとかゴーヤーとかですね、そういう沖縄系の定食、そういうものを頼んでる方はたくさんいらっしゃいました。結構そちらもボリューム多そうだったので、たくさん食べる方も満足いただけるような定食メニューかなと思いました。そしてお値段はまあ基本的にほぼ700円ぐらいということで、まあ、やっぱりこのご時世でちょっと値上がりした感じがありました。思いっきりメニューのところに白い紙が貼ってあったので、 Google マップとかで見るとあと50円か100円ぐらい安かったんですけど、ここ最近なのかな、ちょっと値上がりしたようです。でも値上がりした値段でも結構満足いけるコスパのいいお店だと思います。ぜひ皆さんも、ちょっと駐車場の問題ありますが、駐車場はありません。なので周辺のコインパーキングなどに停める必要があります。多分国際通りからもちょっと外れてますし、ユイレールの駅からもちょっと外れてるかと思います。なので観光で行くのもちょっと行きづらい場所ですが、もし機会があればぜひすずらん食堂さん行ってみてください。ということで本日は沖縄県那覇市にあるすずらん食堂で美味しい肉そばいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。少しおまけですが、一軒迷っていたもう一個食堂があって、そちらはですねお母さんが一人で切り盛りしてるようなお店のようです。僕行ったことないんですが、もし行ったことある方、こちらも駐車場ないかと思います。その先ですね、これ通り抜けできるかな、そちらの上りがある天ぷらっていう上りがあるところです。こちらの右手にある元気食堂さん、ご存知の方いたら、もしいたら教えてくださいって、通り抜けできないや。